第5試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー極門と210パンチブルー中野、同じくジャングルジャック3AA 世界シングルチャンピオン230パンチアチャコン。赤コーナー175パンチ井上京子、同じくデンジャラスクイーンアスカチョラスオリエンタルスオールパシフィックチャンピオン155パンチ北斗の明レフィー村山大地。さあ続いては注目のタッグマッチ、全日本女子プロレスが誇るビッグ4がそれぞれねタッグに分かれて、これは面白そうなタッグですけれども、北斗井上京子組対ウルアジャ、どうですか斉藤さん、まあ、ワクワクしますか。そうですね、まあそんなワクワクそんなワクワクしない、そういう意味じゃなくて、うん、名人芸を楽しむっていうもんじゃないですかこれは。なるほど、ええ、そんなになんかライバルとか遺恨とかそういうのはないですよね、じゃないでしょ、はい。あといきなりリングを飛ばしたのがこれが倒し打ち、しかしこのラリアットも強烈だ。ブルーとアジャがチームですね。そうです、北斗と京都、結構持ち合いやすいですね。そうですね、はい、さあそしてその北斗と京都の連携というのもこれも面白いんですが、しかしアジャが2人まとめて投げ倒しました。アジャです、今のは割とやる形ですよね、うん、よく見てましたね。強烈を突き下げに打ちつけました。アジャが危ないです、危ないです、このままでまた豪快に椅子の海の中に放り込みました。あ、カサですねこれは、昔の悪役みたい、うん、そうですね、なかなか久しぶりに出ましたね、カサとかね、そこら辺にそう、靴とかね、この椅子はあるんですね、強烈に向かってのやはり場外戦でちょっとこのブルアジャにね立ち向かえるのはちょっと難しいでしょう。そのね、まあ場外で、うん、やんなくてもいいんじゃないですか。うん、まあ、お客さんもねちょっとリングで、リング内でね、すごいやつをすごいのを期待してるんでしょうけどね。当然やっぱこの人たちがやると大技が大技って感じしますよね。豪快ですもんね、もう説得力もう 100% から。北斗とアジャ、戦いも非常に魅力的ですけれども、トヨタ選手今の形の頭突きってもらってますか。あ、まだあんまりやられてないですか。見たことない。そうですね、頭突きって結構嫌なもんですよね。嫌ですよ何やられても嫌ですよやっぱり、うん、アジャの技って細かい技一つ一つがもうとにかく全部痛そうですね。頭突きにしても地獄好きの人もね、ファーストブロー、うわ巻きつけるな、やったブル選手、やっぱり体重戻った方が、うん、ブル様らしさがね似合いますね、はい、おっと珍しくキックを浴びせてきました。あ、今日は何かブル様怒ってますね。うん、どうしたんでしょうか、もうなんか初めからもグイグイと、あっと出ましたね、最近この技に凝っているというリバースの DDT。 これはあのメキシコでバンピードカサナバ選手という、はい、得意技でしてますよね、やっぱりちゃんと持って帰ってくるんですね、うん、あのブルさんのようなキャリアのある人に、ね、まだまだ改良の余地があるというふうに、ね、うね、本人は言ってましたけれども、いずれはこれをフィニッシュホールドになんていうことも言ってましたが、あ、そうですか、トヨタさんどうですかリバース DDT なんか燃えたくないでしょ。すごいですよすごいですか。あれじゃないです、体が後ろに反らされてってますね、それで思いっきりもうガンって受け身が取りづらい、受け身なんか全く取れないですよ、うん、もうやられるまんまでもう頭から真っ逆さまに押される。そう言ってる間にウルー様のものすごいスパートやり合って、そして流れるようにギロチン、やはり
これが最近対応するかかと蹴り、かかと落としですね。はい、一転してカードはクラッチ。今日はかなりやっぱり大会場でブルとアジャがこのところ組むことが非常に多いですけれども、連携いいですね、相変わらず。そうですね、本当はブルとアジャって敵対してたっていうか、はい、赤いブルと争った2人じゃないですか。でもなんかそういうのが終わって一応卒業してまた、はい、タッグを組むのが割とあんまり不自然じゃなくなっちゃったんですよね。そうですね、普通に見えちゃうんですね、うん。まあ、いずれにしても無敵だというこのイメージは変わりないわけですけれども、ちょっとブルとアジャで負けそうな気がしませんからね相手がいないっていう感じですか、ね、シモの京子と北斗のタッグというのはこれすごいんですけれども、さすがにここまではちょっとボテボテ姿勢に回っている感じが否めませんけれども、今日はだいぶボンディバトル長い間つかまっています。さあこの遠藤さん、あーっとしかし地獄突き一発、一つ一つの技が本当に重たい。アジャ、あーっとこの辺はもうぶちゃばりのね、毒あり殺法。なんとは2ですけれども、そのうちまたあの中にぶっちゃはりのこういう来ますね、来ますね、きっとね、そろそろ、ね、そうですけどね、あれ嬉しくなっちゃうんですね、会場の皆さんもね、期待してるかもしれませんが、あ、これは来るな、出ましたね、あ、ぶっちゃだった、あ、そしてエルボー、落差が強烈、体重のかかり具合がバッチリという感じでしたが、カウント2、ちょっと強豪捕まってますね。そろそろ北斗にタッチしたいところですが、京子も北斗もだいぶこれ、まあ、北斗はね、前日カンドリに外された肩、そして京子も肩を痛めているということで、ちょっとこのお二人そのあたり若干のハンディがあるかもしれませんが、長期戦になって影響しなければいいんですけれども、うわっ、痛そうですね、思わず清田さんはぁというふうにあれは食らったことありますよね。ありますよ。ないでしょう。アジャのキックって重そうですもんね。あのバットとか山田の蹴りとかどうですか。そうですね、なんて言い表したらいいのかなやっぱり質が全然違うから、それぞれ本当質は違うんですけども、やっぱりそれぞれすごいですよ、これもあーっと、これはうまい、やっとタッチしました。デンジャラスクイーンの登場です。このところ絶大なるカリスマ性、人気を誇る北斗、北斗出てくるとムード変わりますよね、はい、もう会場がね一気に北斗の雰囲気すごくなっちゃった、そうですね、北斗、はい、この辺もブルーアジャー相手に全く、あー、しかしやはり真っ向からね、パワーで体当たりというのはちょっと辛かったが、あ、そしてブル、うん、あ、うまい、あ、なんとは9型目、あ、この辺は、ね、一連の対カンドリ戦でこの辺り意識してるんでしょうか。なんとブル様には9型目、しかもラリアットを切り返してのリング中央がっちりと決まっています。やはり体格差がありませんので、ね、こういった技で先方としてはやっぱりやっていくんでしょう、北斗。そうですね、ラリアット返して脇頭を打つのは割と新しい感じがしましたね。ねえ、なんでリング中央、さあここでまして今度はなんとこの大きなブロージャーマンスープレックスホールドカウント、割と簡単に投げちゃうからすごいですね、すごいですね。ちょっとだいぶ膝も悪いみたいですね。膝痛めてるんですよね。合ってるのも、ね、という感じですね。大丈夫でしょうか。京子もしかしパワーありますね。あ、すごいですね。うわ、あのブルー、あのスピードでアプローチ。本当にファイターですね。ジャックバックブリーカー。ヘリコプタースラムって言うんでしょ。このままね、2周ぐらいしてね、回してしまう。しかしこれ、ブルーを、そうですね、痩せたって言ってもまだかなり大変ですね、
京子選手は割とレル選手に対しては本当に普通の方のように持ち上げたりしますよね。そうですよね。いや、綺麗に決まっています。ロアガのスペシャル、この表情、苦しそうな表情はブル。そして今度は顎を持って完全に決まってますが、ここで崩れました。本当にパワーがありますね、この京子。テクニック、スピード、パワー、すべて兼ね備えた非常にオールマイティなレスラーですけども、しかしブルス様も今日はずっと持ってはいない。そしてさあ、お約束という感じですか。カーモンチャック見せますね。遠慮を約束という感じでした。そしてウルアザの恐怖の合体ラリアットですけれども、カウント2。ちょっとホクト苦しそうな表情です。あ、アジャとホクトの絡みになりました。あ、これも、あ、強烈。そしてこの後ね、日差しの何ですか、こういう風に来るわけですけれども、これ本当に必ずやるレパートリーになっちゃいますね。狙いますよね。すごいパワーですが、豊田選手もこれ何度も振ったでしょ。ありますね。あとずっと前なんですけど、はい、これやられた時にちょうどぶつけられて、コーナーにぶつけて乗せますよね、その時にちょうどあのすねのところが、あの鉄柱に当たっちゃって自分は穴開いちゃったんですよ。で、5針ぐらいちょうどベンチのところ穴開いて5針ぐらい縫ったんですよ。すねぶつけちゃって、そうなんです。すごい痛かったですよ。すねぶつけてご飯に入って、穴開いたっつったよね。穴開いたんですよ。あの白いなんか骨骨膜みたいなの見えたの。そんな露骨な話を。痛かったでしょうね。すねなんてちょっと机の角にこっちみたいなのつけても、すねでかいじゃない。痛いね。鉄柱っていうのは結構すごそうですね。痛いですよ。アジャのあの人とかさ、そういうとこでも足開いてないとダメですね。痛いんだ多分。でもカバーしようがないですよね。本当にデンジャラスな技ですよね。今度はちょっと机に、やはりこの北斗強国民、ちょっと試合のペースなかなか自分の方に持っていけない、そういう展開が続いています。リング上、ブルとアジャ、ちょっとまだ余裕の表情ですけれども、おっとおっと、そろそろめかり爆発、デンジャラスクイーンの名に恥じるんですね。ファイト後半は期待したいんですけれども、なんか北斗の喋りもうちょっと聞きたいですね、嬉しい。お返し、ヌンチャクのお返しというところでしょうか。独特を持ってブルさんのこの睨み合い、お足、ま、力で対抗、エルボーとして今度は強固にタッチ、おっと、おこれは3人がかりという感じですけれども、そしてトップロープから徹底的に、まあ、これはね反則ですけれども、かなりダメージはあったかと思いきや、ブル様全く動じずのエンズラリアットで返しました。そして連携、しかし、うん、あ、得意のトップレベル差に行こうという強固でしたけれども、これはさすがに見ていたブル。そして飛んだ、この股間がコピーしてくるわけですからね、もう破壊力十分、2人をまとめて投げ倒しました。さあ、そしてリング上パワーボームカウント、いやー、ない、ほとんど止まってたね、ほとんど止まってたね。今みたいな、もうレフリーの手がもうリングに待ってスレスレをかすりました。さあ、しかし北斗が、奥田が読み上げたが、しかしこれを食ってしまったら、強化あっと危ないが、ツンネのところで弾んで立っちゃうところが好きですね。すごいですね。あっと、これもトリッキーで首を丸く舐め、いや、一瞬の固め技、
一発逆転を狙った京子でしたけれども、カウント惜しくも2。あ、ボディースラムからどうでしょう、ポンポンと飛んでダイビングエルボー、しかし逃さない、いやー、座が出てきてしまった。そこで止められちゃうっていうのはちょっとね、辛いですね、いやお客さんも当然期待していたんでしょうけれども、アジャこれもかわした。もうそうやすやすとね、はい、二つ技を決められない状況になってきましたね。今度こそいきますか、今度は誰にも邪魔されずに行った。あーカウント、あお互い得意技を出してきました。さあ今度は北斗だ、北斗がトップを食らう。では一筋なんでいかないこのアジャブル、バットバックを取ったが、ブルとアジャが一緒にリングの中にいるともうどうしようもないですね。わーっとセカンドロングからダイビングボディープレス、これはもう返せないか、カウント2。やはりしぶといと北斗も、今度はじゃあ何をするんでしょう、流れ式のあーっと危ないぞ、あこれはうまく返して丸め込んだが、これは選手そうですね、はい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 、この技はジャパングランプリであれですか、アジア選手がね、勝ったこともありますし、そうです、去年もね、ボールを取ったというあれですけれども、回転部ですけど落ち方はパワーボールみたいなもんですよね、あいつ。そうでしたね、あそこから落ちたらセカンドロープ足をかけてるところから落ちるわけですからね、アジャの方はアメリカの倍増ですけど、やはりこのブルーアジャのカットのタイミングとかいいですね、やはり連携が、うん、しかしこのまま速い、あーしかしスピードがパワーがスピードに勝ったという一瞬でしたけれども、あこの辺もうまいぞ、しかしテクニックがある京子監督、あーお互い、あーそう、あーあー裏剣、何か崩れた感じで裏剣が入ってしまった、危ない、いや裏剣にももうヒットしましたね、京子大丈夫でしょうか、殺人フルコースに行ってしまうのか、ピロチートップ、決まった。ギオッチャもう一発アジャが出ましたね。ダメ押しの、ダメ押しのダイビングエルボー。出せないでしょう。